こんばんは、速稼塾の久保です。まあ、私ね、速稼塾って塾運営してるけど、そのいわゆる高額塾なわけなんですよ。で、セールスはしてないんですよね、全く。まあでもね、ご購入いただく方が定期的にいるというくだりで始まりましたけど、今回の動画、これがもうね、私流のセールスなんですよね。まあどう言いくるめてもこれがセールスには他ならないんですよ。速稼塾というものを売ってはいませんよっていうことが、もうすでに売っているってことになりますよね。もし本当にビジネスやってなかったりとか、速稼塾を売ってなかったら、この言葉自体も言ってないはずなんですよ。もう締め切っちゃったんですけどって言えば、それによってですね、でもなんか内容だけでも教えてもらえませんかって食い下がる人もいる。要するにその方っていうのは購入確率がダントツに高いんですよね。あ、もう終わっちゃったんですか、じゃあいいですよっていうふうに言う方っていうのは、こちらがセールスしても、まあ、警戒して買わない可能性がありますよね。まあ、そういうふうに私は考えてますけども、ただやっぱり吉田さんが言われるように、最初はね、絶対に、何人の方に自分の声を届けたか、そしてそのうちの何人の人がクロージングに応じてくれたか、そしてクロージングに応じた何人の方がセールスを受け入れて、で買う買わないの選択のところまで来たか、で最終的に決済ボタンを押すか入金をしたかっていうふうに、こういうふうにね、何ですか、コーヒーがドリップされるみたいに、こう最初は広いんだけども、だんだん狭くなってきて、最後抽出された一番濃いところが制約契約なんですよね。まあ、こういうふうなデータ、何人の方が自分の動画を見たら、何人の方が、そのうちの何人の方がね、 LINE アットに登録して、で LINE アットに登録したうちの何人の人が毎月商品を買ってくるのか、でその商品の売り上げっていうのは合計でいくらなのかってことを、やっぱりデータベースとして月ごとに追っていくっていう作業が必要になってきます。まあ、これがビジネスの、まあ、基本ではありますよね。私も店舗のビジネスやってまして、いや会社の経営もそうですけども、あらゆる時にこれをやりました。どのぐらいの認知度を高めていけば、どのぐらいの収入になるか、どのぐらいの広告だったらどのぐらいのね、レスポンスがあるのか、そのレスポンスに対してどのぐらいのタイミングでセールスをかけていけばいいのか、これ全てデータなんで、そんなに大きく崩れないんですよね。そのためにも、セールスをしていくことが必要だと思います。セールスは次回のセールスのためにやると言ってもいいですね。ダン・ケネディっていうね、有名な方がこんなこと言ってました。商品を売るのは顧客リストを獲得するためだっていうわけなんですよ。トンチみたいな話ですけども、逆説的ですけどもね、本当そうなんですよね。やっぱり吉田さんの販売手法っていうのはものすごく優れていて、最初ね、数百円とかって商品があるわけですよ。これはやっぱりちょっとした気持ちでね、買ってくれる方がいるんですよね。1万円前後もそんなにリスクを感じずに買う人いるでしょう。しかしですね、やっぱり全ての商品っていうのがクオリティがきちんとしてますんで、またね、一回買った一回売ったという関係、この信頼関係に勝るものはなくって、以前吉谷さんから商品買ったんですけどもっていう風なね、枕言葉でドリームアカデミアっていうのが頭に浮かんだ瞬間、その方はほとんどの確率で購入するってことになります。で、商品300円とか390円とか1000円とか1万円の商品に満足しなかったら、そもそもドリームアカデミアっていう言葉を何回言おうが、セールスを何回しようが、興味を持つ可能性は非常に低いんですよね。まあ、ですので、100円とか1000円のものに誠心誠意エネルギーを集中することっていうのが非常に大事ですし、逆に言うと1000円100円のものを売る気がないんだったら、30万100万のものは絶対に売れませんし、それはビジネスをやっても仕方がないことになりますんで、発信をもうやめても差し支えないってことになっちゃいますね。やっぱり多くの人が思ってるのが、なんとなく作業してれば売り上げにつながるんじゃないかなと思いますけども、そうではないんですよ。作業じゃなくってセールスやビジネスをしていかなくちゃいけないんですよね。やっぱりこの辺は作業すれば給料が出るっていうね、アルバイトとか会社員っていう仕組みに、慣れきって染みついちゃってるからしょうがないのかもしれませんけども、そうではないんですよ。私たちは作業したから報酬が得れるわけではなくて、誰かがお金を払いたくないぐらい価値を感じたから、感謝してるから払いたいわけですよね。まあ、そういうふうな形でこれからもね、皆様に受け入れられるような情報発信をしていこうかと思います。で、その上でですね、速稼塾に興味を持ってくださった方には速稼塾という商品の案内をしていきます。まあ、こういう意味で私はね、ビジネスをやっていないっていうことがキャッチコピーでありセールスレターなんですよね。ビジネスをやっていませんよっていう言葉にフックをかけるという意味ですかね。まあでもね、やっぱり今までいろいろやってきましたけども、本当にね、これからビジネスをしようとしている方にどうしても分かっていただきたいんですけども、それはね、やってやれないことはないし、売って売れないことはないです。なんで売れないのか、なんで売り上げが上がらないのか、それは売り上げを上げるための行動をしてないからですよね。セールスをしてないからですよね。クロージングもしてないし、集客もしてないんですよね。やっぱり、もう私がね、
YouTube を開けたらある特定の方の動画がもうどん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 上がってくるぐらいに、サジストでねどん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 上がってくるぐらいに行動しないと、まあまずはね気づかれないですね、どんだけやっても。そういうことをね、億万長者合宿でずっと言ってきたような気がします。これからもね、速稼塾ははっきりと成立する瞬間も持とうかと思いますし、反面なんとなくね、売ってるのか売ってないのか分かんないような状態で今まで通り続けていくこともあるかもしれませんけども、まあメールアドレスね、そういえば懐かしいですね。私ね、この G メールアドレスって取ったんですけども、生涯にこの1個しか取ってないんですよ。他のメールアドレスもね、瞬間的に Yahoo とか取ったことありますけど、ほとんど使わなかったですね。ということで、メールアドレスを量産する必要もないですから、本当にアカウント1個あればそれで鬼に金棒ですね。アカウント1個でいいし、メールアドレスは1個でいいと思います。たくさんあっても管理しきれませんからね。ということで、いろいろと話が脱線したりね、修正したりしましたけども、速稼塾が売れるのは何でかっていうと、もう速稼塾売ってませんっていう、このねセールスレター、キャッチコピーなんでしょうね、きっとね。では行ってらっしゃい。